はい、マーチです。ご機嫌いかがでございましょうか。今日は5月の8日でございますが、東京都知事の小池百合子さんが、会見した際にですね、なんかけん玉が出てきてね、結構検索数も上に行ってるようなので、ちょっとけん玉やってみようかなと思います。ね、けん玉はなんか10級からこうあるんですけどね、この10級の技とか、9級の技とかねなんか順番にやっていこうと思うんだけど、まずは大皿。これね、こっちよりも大きいので大皿っていうのはね、これ失敗してもね、やり直しせずに、編集せずにいくからね、大皿です、これです。で、今度は反対側の小皿。小皿。これです。で、大小ってあって、今度はここがね、中皿って言うんですよ。これ中皿ね。ここに乗せようというわけです。なんとか乗った感じだね。はい。で、乗せるところは変わんないんだけど、ろうそくって言ってね、ここの先っぽ持つのね。先っぽを持って同じところにこう乗せる。これがろうそくです。はい。で、留め剣ってのがあって、ここにこの玉を刺すんですね。持ち上げて、ほら、しっかり失敗したでしょ3回目ぐらいでいかないとね。あ、こんな感じです。で、飛行機って言って、今度は玉を持ってね、逆にこうやって入れる、これが飛行機ってやつです。こういうやつですね。はい。で、今度はね、振り剣って言って、ただ引き上げるだけじゃなくて、こうやって振って入れるっていうのがあるんですねさあ、これが何回で成功するでしょうね。あ今のは成功って言っていいんでしょうか。はい。で、日本一周、小皿大皿剣先ね、編集なしですよこれが日本一周ですね。世界一周、今度は中皿も混ぜます。 Oh no、 ね、こんなことやってると、ね、何回目で成功するんでしょうか。あ、成功しましたね。はい、次、灯台ですね。持ち上げて玉の上にこれを静止させるという。おいおいおい私も随分久しぶりにやったんでね、楽しくてしょうがないですよ今よ。これですね、これが灯台です。これでこうやって落とすと逆落としってことになるんだけどね。で、仕上げにもしかめって言ってね、もしかめよ、かめさんよ、世界のうちでお前ほどそんなにの、あこれがね一曲いけばいいんだけどね。ディーンディーンディーン、どうしてどうして途中で落っこっちゃうんだろうね。ディーン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 、言ったんじゃない意外と、ね、はい、ね、悔しいからさっきの逆落としってやってみようよ。あ、おお、おう、カメラさん何分いった今。4分半くらい。4分半くらい、まだ大丈夫かな、ね、あんまりよろしい動画じゃないね、こんな失敗ばっかりやってるのはね、うん、よっ、おお、なかなかいかないですな。行きましたね。これが逆落としですね。で、最後に振り剣って言って、飛行機のね、羽剣だね。
これをやって一回やったら今日終わりにしよう。あれ今度飛行機まで行けなくなっちゃった。あららら、抜けない。これでこうやっていけないといけないんだけども、なんか携帯のエモコがなんか言ってますけどね。あ、抜けない抜けないね。あ、これが成功したらないいんだけどな。なよっ、あ、抜けない。新しいから抜けないのかなこれ。あ、もう、あ、なんとかなんとかお付き合いくださいませ。あ、ダメだな。あ、抜けないね。お、なんで抜けないんだろう。よっ、あら、お、抜け、お、抜けないな、本当に困ったな、これ。あれ飛行機もまともにできない。こんなね、まあ、編集なしっつったんだから抜けねえんだこれがまた。まあいいや、このぐらいにしときましょうね。はい、普段ピアノしか弾いてないんだけどもね、この間、餃子を作ってるのを開けてみたりね、今日はあのけん玉をしてるところをちょっとお見せしたりと、ちょっといろんな顔を見せていこうかなと思っておりますが、これ以上語以外に何ができるんだって言われると、ちょっと考え込んでしまうんだけどね、我こそは、けん玉がもっとうまくできるよっていう、方がもしいたら、なんか動画作ったよみたいな、ものをなんかこう貼っていただけたら嬉しいなと思います、ね、ではじゃあ止めけんで最後おしまいにしましょう。はい、マーチがお届けしました。ありがとうございました。またね。けん玉です今日は。